はい、今日はですね、ラジオの作り方のシリーズ、そのご紹介の動画、イントロダクションをお送りします。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、それではお話ししていきたいと思うんですが、僕はですね、電気回路の勉強を始めたきっかけ、それは実はラジオ作りからだったんです。どんなにですね、大学の時に、勉強してもですね、基板に埋め込む、そういう回路の理解、これはできなかったんです。どうしたら電気回路が詳しく分かるんだろうなとひたすら悩んでたんですが、そんな風にですね、悩んでた時、ふとこう思ったんです。昔の電気表面であればラジオから学んだんだろうと。だったら僕もラジオ作りから始めてみよう、そう考えたんです。で、子供の頃から通ってたすごい大きな図書館が近くにあったんですね。で、そこへ行ってみれば何か参考書があるかもしれない、そう思って、図書館に行った時に出会った本があったんです。それがこれなんですが、この見ますか、僕らの宝石ラジオ、この本があったんです。で、この中身を図書館で見た時にですね、これだと僕は思ったんですよ。で、この本どこで売ってんだろうと思いまして、僕が大学通ってたお茶の水に本屋街あるんですが、古本屋街とか巨大な三省堂の書店ですとかですね、本屋街がありまして、そこに急いで行ったんです。で、そこにあったんですね、この本で。買いました。で、買って中身を見ますと、このラジオ作りのキットを売ってるお店があるって書いてあったんですね。で、どこにあるんだろうと思ったら、お茶の水と書いてあるんです。すなわち東京都神田市ですよね。で、お茶の水の界隈を住所を元に地図を広げて、ラジオキット売ってるお店を探したんです。で、2時間ぐらいかけて歩いて探したんですけど、見つからなかったんですよね。で、どこなんだろうと思ってふと歩いてると、自分が4年間通ってた東京電気大学にたどり着いたんです。で、この電気大学のですね、すぐ隣を見てみると、なんとその店あったんですよ。じゃあ一体僕は学生の時何勉強してたんだろうと、すごく憤慨してしまったんですが、そんな僕がですね、今回再びラジオ作りについて、挑戦したいと思います。ソフトの世界もですね、ハードの世界も自分で部品から作り上げてみて、そして理解してみてください。まあ、ハードで言えば、部品といえば抵抗とかコンデンサーですよね。自分で作ってみてください。そうする方が理解は早いと思います。で、ソフトというのであれば、ウェブアプリとかですね、そういうものを真似でもいいですから、最初から最後まで作り上げてみてください。そうすると、自分独自の言語さえ、ソフトの言語さえ作れるんだなってことが分かるんです。で、ハードの方も部品から作り上げて、ソフトの方も作れるようになりますと、今度は自分独自のファームウェアのブラックボックス、これさえも作れるようになるんですね。これ本当の話ですから、ぜひ皆さん今回の動画を参考に、ソフト、ハード、ファームウェア調整してみていただければいいかなと思ってます。で、今回はお送りしますラジオの作り方のシリーズ、全5回編成になります。第1回目、このご紹介の動画、イントロダクションになります。で、第2回目、ラジオに、第3回目、電源のいらないラジオについて、第4回、トランジスタを用いたラジオの部品詳細と回路設計、そして第5回、ラジオをブレッドボードで組み立ててみる、以上なんです。今日の動画は簡単なんですが、これまでなんですけど、また次回のラジオの作り方のシリーズ、楽しみにお待ちください。それではどうもありがとうございました。